男子シングルス決勝戦、ディオニシオス・カスダリスは、ギリシャ系エジプト人の男子テニス選手。イングランドのグレーター・マンチェスター・シューサル・フォードに生まれる。1896年アテネオリンピックに参加した。エジプトから参加した、唯一の選手であったカスダリスは、男子シングルス、男子ダブルス両部門において決勝に進出した。シングルスは一回戦で、フランスのデフェールを、 二回戦でギリシャのコンスタンティノス・アクラト・ポーロスを準決勝でハンガリーのモムシロ・タパビツァをそれぞれ破りイギリスのジョンピウス・ボーランドとの決勝戦に臨んだ決勝でボーランドに敗れて銀メダルを獲得したカスダリスは IOC のデータベースにおいてギリシャの項目に掲載されているまたダブルースにおいても ギリシャのディミトリオス・ペトロコキノスと混合チームを組み、1回戦で、ギリシャ人ペアのコンスタンティノス・パスパティス、エヴァンゲロス・ラリスペアを、準決勝で、イギリスのジョージ・ロバートソン・オーストラリアのエドウィン・フラックを破ってこちらも決勝に進み、シングルスで当たったボーランドとドイツのフリードリヒ、トラウンペアと対戦して敗北したため、カスダリスは、ダブルスでも、銀メダルを獲得することとなった。 ありがとうございます。